こんにちは。さあ、どこ行くんでしょう。お願いします。今日はちょっとね、こんなに地元なのに、いろはの森っていうところを通ったことがなくて、高山の山頂にも行ってぐるって一周しようかなと思ってます。なるほどね、ここさ、日陰沢登山口でいいのかな、日陰沢駐車場っていうのがここからずっと 300m ぐらい下にいるところがあって、その辺に見えてるのがキャンプ場です、だけど登山者は駐車場使いません、ね、っていう感じで、さあ今日も地元の山を楽しみましょう。それじゃあみんなで行くよ、みんな揃ってレッツゴー。はい、今日は1時30分登山開始です。はい、また悪いことしてるおめえは本当に豆太郎。君が、この最初はこの綺麗な川と並行してね。はい、1時56分です。なんかね、ちょっと開けた形になってきました。なんだこの入り口は。あ、崖崩れのため通行注意だって。いやー、なんかいつまでたってもさ、車の入れそうな道路だね。後ろはどうでしょう。本当だ、こんな感じです。どれ、あ、あそこあれじゃない？ほら、あの真正面のさ、あれ、あそこだよ、展望台だよ。 あそこなんで、清水平。そう、清水平、ちょっと待って。一丁目平でしょ。一丁目平。あっちが東京湾です。とか春とか夏に来ればいい、ね、なんで春とか夏なの、冬でもいいじゃん。ただ花粉が、いやいや、花粉がないから今来るんだろ、バカお前、何言ってんの。なんだっけ、してる、秋の高尾山は絵画だ。してる、キャッチコピー絵画。あー、だ、確かに綺麗だもんね。うん、あ、じ、いやいや、ジジイじゃなくて、パパです。ジジイ、あ、どうした。ほら、ひろと電波塔が見えてきたよ、ほら、到着です。いや、すごいね、結構人がいっぱいいて、そうね、ね、すごいね、スカイツリーがほら、見えるよ。飛行機飛んでる。いや、ここのね、景色好きなんだ、すごい綺麗。ね、これが前景です。大盛りだね、大盛り。ぜんざいとなめこ汁です。おちゃんがちゃんといっぱい入れとくねって言った。ほんと、よかったね。なめこちょうだい。とったくも人のもすぐ欲しがんだから、はい、はい、わかめちょうだいでしょ。あ、今言ったじゃん、ちょっとちょうだい。なめこちょうだい。あ、なめこ、わかめじゃない。同じ三文字だもん、なめこ、豆腐。豆腐食えよ、一口。ずうずうしいな、人のやつ頼んで、本当に。大丈夫、ダチョウクラブみたいな。ダチョウクラブみたいになるよ。汁飲めよ、汁ぐらい飲まない。あ、これ飲めよ、早く、ぜんざい。ぜんざいで。固まるよね。何やってる。ちょっとは何やってる。忙しいの、お前、水汁飲ませろ、俺。はい、小仏城山で美味しいなめこ汁をいただいたので、次は高尾山に行きたいと思います。あれ、これさっきまで富士山見えてたのに見えないじゃん。さっきより全然見えなくなってんじゃん。ね、パパ、うん、なめこ汁ってこれ入ってたんじゃない？これでも形は似てるけどさ、ちょっと違うじゃない。さあ、こっからはね、本当に慣れた道だね。このさ、小仏城山と、この高尾山の間って、道が整備されてるし、休憩所もいっぱいあるし、展望台もあるから、なんか結構俺好きなんだよね。本当だよね。もうこっち、あれだ、小仏から高尾山で楽々じゃん。楽々だよ。もう子供らなんか先行っちゃってるから。豆先行きすぎんだよ！お前小さくて見えないんだから。もう見えない。おい、なんでそこで揺れてんだ、木が。おい、おい、おめえはもう全然気づかない、ほんとに。
ドッキリ。はい、こっちから行くと近道ですけど、今回は展望台に寄ってきます。近道、近道一人で行ってどうすんだよ。こっち行くぞ。ヤッホー、どうかな。40からじゃなくて50から。うん、えなんか泣いてるじゃん。50からじゃん。ああ、あのあれだ、あ、青とオレンジのやつか。あれはそっか、40からってなんだっけ、ウグイスみたいな色してるやつだっけ。ここ白いやつでしょ。あ、そっか、知ってる。緑は違う。え、緑は目白とかじゃん。あ、そう、何言ってんだ。スズメしかし、バカ言うな、スズメしか知らねえって言われたくないよ。おお、あれか、50から。きれいきれい。うるさいやつとか言うな、お前がうるさいんだよ。かわいい、きれいな色じゃんね。さあさあ、富士山見えるかな、まだ。見えた。こんにちは。見えた。お騒がせしてすいません。申し訳ない。せっかく、あ、どこ？お前らな、まあ、みんなくつろいでんの。な？わかる？この大自然の中でお前らの声はいらないの。わかる？ね？だから言ってるそばから。ほんと、お探してすいません。ごめんなさい。すいませんね、うちの方が。いやいや、お前だわ。アホ。他にも。うわ、すげえ、これ。東海自然歩道案内図ってこんなに繋がってんの。琵琶湖の先までやってる。お前は見えないっつうの。それ何回か前にも言ってたよね、気がするの。そう、覚えたんだ。何もかも覚えてない。なんで俺なの。おい、なんで俺なんだよ。あ、間違った間違った。やる、本当にクソババ本当に。はい、2時27分です。この辺がね、すごい、ほら、トイレもあって、休憩ポイントとしては、おすすめな場所です。ほら、一丁平。ね。はい、もみじ平です。あ、レコ、そっちから行くんだろ？そっち、そっち、そっち。そっちから行くの？うん。レコ、左から行く。左から行くって。なんかそういうのがある。でも。普通のアイスクリームもあってくね、欲しくなってね、止まっちゃうんだよ。そっかそっか、じゃあまっすぐ行きましょう、ね、誘惑もないということですね。まっすぐ行きましょう。まっすぐじゃん、左だね、左。聞こえてるぞ。何何何、あ、今、うん、ちょっとおじいちゃんだからごめんね。知ってるよ、見てあげてね。なんか聞こえたよ、本当に。行くぞ、豆太郎。自信ですね。はい、2時50分。さあ、高尾山の手前の階段まで来たね。来ました、来ました。はい、こっちが巻き道。こっちが山頂。こっちも五号路の巻き道。はやとー、あ、もう先行ってんだ。これが見えてきたよ。はい。はい、もうちょい、もうちょい。あ、なんで急に元気になるんだよ。最後だと思う、ほら。はい。はい、3時です。混み合ってる高尾山山頂はすごいね。昼間ってこんな混んでんだね。山頂看板は通過します。はい、高尾山山頂です。これ分かりやすいね。どこだ。ほら、スタートがここの日陰、この辺が駐車場。そうからうよーんと行って、よよよよよ、はい、小本城山到着、うん、で、そこから一丁平に行って、うん、で、高尾山ビジターセンター、うん、あ、違う、もみじ平行って、ここだ。はい、ここが今山頂です。さあ、次、そこからひろとくん慣れてるんでお願いします。4号路の4号路、うん、で、ここの途中にいろはの森コースがあって、あ、そっかそっか、こっからキャンプ場に帰ってくる、うん、おー、なるほどね。ありがとうございます。さあ、高尾さん慣れてる子たち、先導お願いします。はい、スタートです。はい、うん、鳥居のところに行ける。いや、すごい人だね、ほんとね。滑りやすい山道4号路、
ここから帰ります。あ、ここ危ねえ、滑ったぞ俺今。これが滑って今なあ、今見た見た。おはい、3時11分。ここではな、あ、書いてあるじゃん、高尾山頂いろはの森コース。こっちだ。あ、いろはの森コース向こうあれだ、まっすぐまっすぐ、もう書いてあるね、日陰沢方面って書いてある。ここだ、ここ。あ、ここはついてんだろ。あ、なんか嫌な下りだなこれ。はいはい、はい、ズドーンときましたね。言いながら俺もさっき言ったからな、思いっきり。はい、ここから行きます。こっからさ、ほら、あ、待って、おい、ほら、これそこね、ひらがなの勉強ができるの。マメちゃん、なんだった？そそろ。はい、ケヤキです。いろはの森って日本のいろは坂と一緒で、うん、なんかね、いろはにもへこってちょっと順番は違うんだけど、うん、なんかね、カルタみたいに48日なの。お、紹介されてんだな。はい、マミ。みずきどうしてもね、こういう風に読んじゃうよね。仕方ない。お、あった、マメももみ。え、ももみ。はい、正解。どうしてもモミって読まれてももみになっちゃうね。大正解。お、なんかあるぞ、またマメ。あ、これ絶対見ない。はい、はい、どうぞ。見ろ。ついたやかえで。正解。あと見る？はい。ついたやかえ。あら、3年生。はい、6年生。え？これだから、ついたやかえで。そう。じゃあ、おろつ、2回目。あ、そうだ。あれ、読んでダメだって。はい、まめちゃんも正解です。行きましょう。ちょ、待ってたじゃん、2回目。うん、偶然だけど、ハヤトが正解でした。ハヤトもいい？でもいいよ。正解。すげえな、おい、ケツ真っ黒で。マルヨンズなので、うん、マルヨン、マルがないところケヤキ。正解。おっ、はい、次。おお、正解。いろはもみじ。はい、正解。ここはいろはもみじでした。こここそ写しておかないとね。もう一回だって。いいんだよ、そのもう一回だってとか。ほら、こういうシーンをこう撮りたいんだってね。はい、これやらせと言います。えうこうかえで。正解。ちょっと待って。ん？これさ、俺のさ、保育園のさ、先生ね、これもかえでだよ、かえで。そうなんだ。うりのうしころし。わ、もう一回、もう一回やってきて、まめちゃん。はい。はい、3時38分です。キブシ、正解。さあ、だいぶ下まで降りてきたと思います。はい、キャンプ場方面、看板出たよ。ちっちゃくいろはの森って書いてあるね、こっちね。どこ？あ、書いてあるね。え、あ、ここか、ここか、これか。キャンプ場もいろはの森だし、バス停もいろはの。こっちじゃなくていいの？いいじゃない。お、じゃあ、まっすぐ行こう。え、猫、ね、どっちでも行けんの？はい、戻ってきました。やっぱりこっちが、
いろはの森コースです。行きましょう。いろはの予想な人物の名前どれ。ほらほらほら、百人一首の百人一首の人の名前だよ。村さ、さ、キシキブ。正解。紫色。はい、3時52分です。はい、登山口まで帰ってきました。はい、ね、小仏城山を回って、このいろはの森コースから降りてきて、結構楽しかったね。なかなか楽しかったね。でもさ、日中の高尾山山頂って俺行くことなくて、あんな混んでると思わんかったね。すごかったね。すごいね。時間どれぐらい？時間、私全然調べてないじゃん、時間。7時50分。はい、正解。3時間30分。8.2キロ。でもね、小仏城山経由から高尾山に行くのもありだね。高尾山ありだよね。これ楽だよ。これ楽だよ、本当に、ね、という感じでおすすめだと思います。だけど道間違えやすい。そう、いろはの森コースはね、ちょっとね、道間違えそうになる、ね、迷路みたいでしたね。全然大丈夫じゃないね。行きも間違えて帰りも間違えてね。っていう感じで。ね。はい、そんな感じでございます。はい、バトンタッチです。あれ、あのさ、看板にさ、なんか書いてなかった。看板全部読めたね。はい、バトンタッチです。今日の登山も大成功でした。イエーイ。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。はい。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。言わねえのかい。グッドボタン、チャンネル登録をしてね。はい。いい。